総本山があるという悪魔の海峡間近にまで来た彼らが見たものは、ただ果てしなく広がる大海原だった。総本山はいずこに、思案に暮れる彼らを未曾有の大地震が襲い、そんな動きの取れなくなった一行の前に、謎の男が姿を現す。果たしてこの男は敵か味方か。彼らの旅もいよいよ終末の序曲へと近づく。我が名は邪道騎士モーゼ。さまよえる民を約束の地へと導きし者。私と同じ邪道騎士？おそらく我こそがあなた方の疑問を紐解く唯一の道しるべ。それでは総本山の場所や今の大地震の原因さえも？真理はあなた方の意志の力に委ねられています。なんじゃと？しかしなぜじゃ？その角を見る限り、お主も元は黒き羽の神官であろう。なぜあえてわしらにそれを示す？どうやらあなた方こそが私が導くべきさまよえる民だと確信するに至ったからです。ソドムとゴモラでのあなた方の行動は拝見しました。かの状況におけるあなた方の判断はある意味では正しかったと言えるでしょう。世界の変革を起こすにはさまざまな可能性を模索するものなのです。しかしあなた方がその答えに見合うか否か、私にお見せいただきたい。よろしいですか？ああ、いくらでも試してもらおうか。一度始まったこの戦いは、最終最後の敵を倒すまで逃げることなど叶いませんよ。上等だ。誰が逃げたりするか。地の迷惑に仕えしさまよえる民よ、今こそ我が問いに答えるがよい。Take it out.
Thank you.
見事です。大邪神の鎧の力を論理的かつ効率的に使いこなすとは。それでは次の設問です。ちょっと待て、こいつらどうかしましたか。彼らは先ほど戦った黒き羽の傭兵と同じく幾ばくかの報酬を目的としてあなた方に明確な殺意を持っているのです。それともあなた方も羽の色で人間を差別し、黒き羽の兵隊なら殺せても白き羽の兵隊は殺せないというのですか。何かをなすためには強靭な肉体とそれに見合った意志の力が不可欠なのです。ほい、どうする。それもやむを得ないか。確かにそれも一つの真理ですからね。